また高知市は先月28日、市内の医療機関で誤って18歳未満の女子高校生1人にモデルナ製ワクチンの3回目接種を行ったと発表しました。12歳から17歳までの人が3回目に接種できるワクチンはファイザー製のみです。高知市はこの医療機関が予約なしの接種を実施した際、年齢確認に不備があったことが原因としています。現在のところ女性に重篤な副反応は確認されていません。高知市ではこれまでにも同様の事故が起きていて、今回で3回目です。